皆さんこんばんは、 MK です。ポケモンレジェンズアルセウスパート75やっていきましょう。前回の動画で強化されたキングとクイーンを全て倒したということで、今回はいよいよディアルガ、パルキア、アルセウスの再戦に挑戦したいと思います。もともと結構強かったんですけど、あれ以上に強化はされているんでしょうか。よーし、じゃあ早速やっていくんですが、その前に一つよろしいでしょうか。 MK のゲーム実況チャンネル、なんとつい先日チャンネル登録者数31万人を突破しました。いつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。まだまだ MK のゲーム実況チャンネル盛り上げていきますので、まだチャンネル登録をしていないというそこのあなた、まだチャンネル登録していませんね。ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録したらコメント欄にチャンネル登録したよと書いていってください。そうすれば私個別で返信していきますので。そういえば MK さんのチャンネルたまに見てるけど、チャンネル登録はしてないんだよなというそこのあなた、あんまり私普段チャンネル登録とかするタイプでもないんだけどなーというそこのあなたも、ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。っていうか、ディアルガ、パルキア、アルセウスはもうゲットしてるんですけど、再戦ってどういうこと。まあそこも含めてやっていきましょう。アルセウスフォンが反応している。よーし、じゃあ誰かと戦う。でまずどうしようか。そう、パルキアね、実はアクションではまだ戦ったことないんですよ。だからパルキアだけは再戦じゃなくて初戦なんですよね。だからまあディアルガから行こうか。ディアルガで肩慣らしして初戦のパルキアに行きたいと思います。強さを示してください。わかりました。よし、行くぞ。ちょっと緊張しますが、おーっと、空の色も変わりました。あ、これ設定とかはないんだ。キングとクイーンはあの雷の力を制御できるようになったみたいな設定だったんですけど、これは、単純な再戦ね。まあ、夢を見せられてるみたいな話なのかもしれませんが、ちょっと待て。思い出せないんだが、はい、ここは避けていく。あんまりディアルガの攻撃パターンもう覚えてないよ。はい、ここ投げて、ああ、なるほど。ここの外に出れば、あと投げ放題ね。はい、投げ放題で投げていく。はい、で、これもさらに外に出れば投げ放題ね。はい、投げ放題でガンガン投げていく。これの繰り返しだっけ、序盤は。もう8分の1ぐらい減ってるんだけど、ああ、ちょっと食らっちゃったかな、今。おーっと、待って、なんかやってきたよ、こっから変わるね、はい、こう来て、もう覚えてないんだよな。はい、投げて、もう覚えてないよ。投げる、何してくるんだっけ、あなた。なんだっけ、あ、また一緒。隕石降らしてくるやつ、それは一緒ね。で、それと、待って、さっきのさ、波動みたいなのを合わせてくるパターンがよく分かってないんですよ。はい、ここ投げて、でもう4分の1は減ってんな。案外いけるか。はい、投げる、で、ここもさらに避けて、これ体力半分以下だと攻撃方法変わるとか、あーほら、そのタイミングが分からん。それどういう時にそれに変わんの。なんか事前の行動を教えてよ。で、ここもういないのか。待って、もう終わり。もう次はまた、ちょっと待てよ。何をしてくる。あ、またあーちょっと変わったね、攻撃方法。はい、で、ここは投げてまた変わるよね。今度はこっち側に、はい、隕石が落ちてくる。次は、おーととと、危ない。この隕石ね、多分直で当たるとめちゃくちゃダメージ受けるから、そこはマジで気をつけよ。あーた、やーべー、やらかした。今のはガチやらかし。うーわ、ちょっと待て。しかもさ、やっぱ強化されてるわ。ディアルが85レベめちゃくちゃ強化されてんじゃん。え、85レベ、やばくね。もう一回行くぞもう一回行くぞ。諦めらんねえぞ、こんなんじゃ。うーわ、ディアルがやば。よし、アルセスフォンが反応している。これ毎回これやらないといけないのか。はい、ディアルが、ちょっと待てよ。わかった、ノーダメージが大事。これ、攻撃当てるのも大事だけど、ダメージを受けないようにするのが同じくらい大事です。ということでやっていきましょう。落ち着け。いや、大丈夫。攻撃パターンはなんとなくわかってるから、なんとかなると思う。信じよう。自分を信じて、よし、行きましょう。まずは、それね、隕石一発落ちてくるよ。はい、で、隕石一発落ちてきたとこ避けます。で、投げます。で、次の隕石来るよ。これマジノーダメージだから。はい、こう来て、はい、で、投げる。この BGM いつ聞いてもかっけえな。サントラまだですか？任天堂さん。危ない。ゲフリさんか？そんなのはいいとして、はい、投げる。で、はい、ここも来るよ。隕石来るよ。で、次あたりで、あれが来ます。波動が。ほら。分かってるね、MK さん。はい、ここ波動を避ける。で、ここも、はい、波動をきれいに避ける。3発、もう1発来る。
大丈夫か。よし、じゃあここはさらに投げて、そのディアルガのさ口見せるときにそれ上上がるのいいよね、演出。でここもはい避けて、また一発ずつね、一発ずつのこれを永遠にやってくれてたらありがたいんだけど、まあそんなわけないんだよな。また攻撃方法変わってくるんで気をつけますよ。で投げて、これさいつポケモン投げれるんだっけ。なんかさ、なんか弾貯めるみたいなやつだったっけ、ウィンディと一緒。なんかさ弾貯めるみたいな時に沈め玉投げまくれば、あーっと、油断した。ちょっと待って、喋ってる場合じゃねえからマジで落ち着け。はい、こう来て3発だよな、3発だからもう終わりだな。はいはいはい、投げる投げる投げる、いいよいいよいいよ。とりあえずもう3分の1ぐらいにはなってる。次何次何、あーそれね、一発ずつ落とすのを一生やっててくれ本当に。でここ投げて投げて投げて、これを一生やってて、で次次でまた波動のやつ来るから気をつけろ。はい、ここ来るよ、ここ波動来るよ、波動来ます、波動来ます。あ、まだだまだだ、まあまあまあいい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 。でここ波動来ます、ここ波動来ます。はい、こう来て、落ち着け、こう来て、ふう、待て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 、はい、こう来て、3発だな。はい、3回避けたらさらに投げていく。これ背面取りとかっていう概念ないよね。はい、投げて投げて、あ、お、それ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 で、その時に待て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 、これを投げまくればポケモンと戦う、オッケーで、アルセウスアルセウス、はい、アルセウス投げます、来た、よし。でドラゴン鋼だから、まあ、何タイプでもいいけど、相手が85レベルでしょ。うわ、もう強化されすぎだって、85レベル。これ普通に行った方がいいよね。いや、力技は良くない。ここで力技打っても多分1回で倒せないから、普通に格闘だ。格闘で裁きのつぶて、半分行ってほしい。半分行ったらあと何でもいいわ。どう、半分行って、オッケー、ギリ行った。そしたら時の方向だよね。それどれぐらい食らう、94レベルアルセス、オッケー、案外いけんじゃん。はい、じゃあさばきのつぶて当てて、いや当たるな、命中100なんで。はい、これでディアルガをなんとか1回倒して、沈め玉で投げていきましょう。ちょっと日本語おかしかったけど、いくよ、落ち着け。はい、ディアルガがこれで、はい、体力ゼロになりました。ここ一発でも多く投げます。連打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 、はい、連打しまくれ連打しまくれ連打しまくれ。で半分、いやもっと食らうぞ、もっと、いやそれぐらいか、所詮そんなもんか。でここ何ここ何ここ何、ちょっと待てよ、なんかこれね、多分ね攻撃変わるよね。落ち着け、一旦落ち着け、それだったら大丈夫よ、それだったら大丈夫。はい、投げる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 、で落ち着け落ち着け、うわ待って、あ、ここそう来るか、あぶね、横横ね、落ち着け、待てよ待てよ、あーやっぱりそうだよね、なんか攻撃変わるよねパターンね。であれが来るんじゃない、波動が来るんじゃない、まだ来ないか。でここ波動が来るんじゃない、そろそろ波動が来るんじゃない、波動が来るよね。はい、オッケー、読めてる読めてる、ジャンプで3発来るよ、波動3発来て、3発来たらあとは投げまくって、オッケー、待てよ、次の隕石までに一発でも多く沈め玉を投げろ。待て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 、はい来た来た、いい、はいや、ちょっと待ってちょっと待って、早い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 、ちょっと待って、隕石が早い、隕石が早いよ、避ける、うーわ、そんなん絶対食らう、そんなん絶対食らうんだが、ここギ、なるほど、そうやって避けんのか。いやそれは、ま、待って、あれ来るよ、波動来る、あっぶねあっぶねあぶね、今のよかった、避ける、待って、こんなんだったっけ、やっぱ強化されてるよねこいつも。はい、投げる投げる投げる、で、ね、あのあれやって、例のポーズやって、青いの青いの青いポーズやって、やらないか。あ、やばい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 、避ける避ける、オッケー、あと1発か2発だ、オッケー、あーよかった、マジ強すぎ、強化されすぎ、君ちょ強いってマジで。お、はい、弱った、これで終わりか、終わりか、よーし、オッケー、あー強かった、強いって。クリアタイムは4分4秒54。経験はメームを5個、ありがとう、強い、こんな強くなかったよ絶対。はい、ということでパルキア行くか。アルセウスフォンが反応している。パルキア初戦ですからね。パルキア、強さを示してください。これ攻撃変わってるよね多分ね。だとしたらマジ初見なんで、うわ初めてだよやっぱり。行くぞパルキア戦、これマジ初見なんで、あのちゃんと攻撃パターン見よう。一回はもうやられてもしょうがないと思うから、よし行きます。パルキアね、待てよ、どんな攻撃をしてくるんだ君は。まずはい投げる、空の沈め玉、あ同じ同じでは、あれ同じ君、待って、攻撃方法一緒、あれ一緒じゃね、あれ一緒っぽい、 BGM は一緒か、まあ、BGM は一緒だと思うけど、待て待て待て、一緒っぽいなあれ攻撃パ、また来るよ来るよ、次か、次で来るよ、次で波動来るよ、波動来るよ、ここ波動来ます。お、波動の色まで一緒、
あれこれディアルガが青だから青い波動だったんじゃないの。まあそう思えば確かにピンクの方のおかしいか。おお、なんかパールの部分が輝いてる、怖いね。でここ投げて、これ攻撃パターン一緒だよな。あ、一緒だ。なんかさ、これさあ、流星群なのかな、どういうあれなんだろう。このさ、上から隕石降ってくんのはさ、 MK さん時の方向だから上から隕石降ってくんだと思ってたのね。だから悪空切断だったら悪空切断のなんか攻撃があるのかと思ったんだけど、なさそうだな一緒だな。これさ、ってカイちゃんと関さん選ぶときに逆でやって、いやでも一緒だよな、一緒だと思う、そこは。はい、3発撃ったな。はい、3発撃ったからここ投げていく。なんだ君、でもわかんねえよな、強化っていうか後半の方で違う攻撃方法をしてくる可能性もなきにしもあらずだから、最後まで気抜くな。ここで気抜いてやられるのがいつもの MK さん。はい、という、もう気抜かないよ、実質これディアルが3戦目だから。はい、ここジャンプして、いいよいいよいいよ。はい、投げる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 。はい、でここもジャンプで避ける、いいよ。で波動来るよ、波動。はい分かっている、波動来るよ。はい、2発、もう1発来るよ。はい、波動3発避けてさらに投げていく。で次パルキアが多分あの姿勢に入ると思う、5個の玉の姿勢に入ると思う。入んないか、ちょっと待てよ、あの姿勢に入るんだろ。来た。はい、でここで投げまくって、オッケー、ポケ、うーわ待って、もうそれも食らうのか。はい、アルセウス投げます。でパルキアが85レベルだな。水ドラゴンタイプなんで、うお、はいや、パルキアの方早いの、ちょっと待て、それはやばすぎ。あ、ドラゴンか、オッケー、いくよ。うわ、待てよ、ドラゴンだったら水半減できるからありっちゃあり。うわ、かっけえ、ドラゴンのアルセウスかっこよくね、色この紫と深緑、かっこいいドラゴンアルセウス。はい、という、うわギリだな、半分。待って、パルキア強く、うわ何、悪空切断か、待って、パルキアが強すぎないか、これ乱数、いや大丈夫だよね。うわ、一応力技打っといた方が良かったかもしれない。あー危ねー、よかった、次から力技打とう。まあもう次はないんだけどな、パルキアちゃん、よい。はい、ここ投げて、ここでもう終わるか、まだか、さすがにまだか。はい、投げる、落ち着け、なんか変わるだろう。2発、はい、2個隕石降ってくるよ。はい、次、2個じゃない、あっぱ、あぶねえな。はい、それね、2個隕石じゃなかった、ごめん。オッケー、倒した、ふぅ倒した。はい、パルキアもなんとか勝てましたと。あー弱った、何なんだろうこの最後の演出最後なんかうーって弱るディアルガとパルキア、あんまり見たくない感があるけど。おー、なんか水タイプのパルキアを倒した後に雨、なんか幻想的ですね。3分3秒01。はい、で経験雨 M を5個手に入れました。で問題はこっからよ、ディアルガパルキア勝ったけどアルセウスちゃんでしょ、本命はここだから。よし、行きましょう、誰かと戦う。でアルセウスちゃんやらせてください、強さを示してください、任してください。どうだったっけアルセウス、うわー来た、いやいつ見ても、いやアルセウスかっけー、アルセウスかっこいいよね。よし行くよ、ちょっと今日汗だくなんだけど頑張ります。どういう攻撃だったかもう正直覚えてないので、もう臨機応変、その場でやっていきたいと思いますので、そこのところはよろしくお願いします。来い、いいよ。沈め玉、これを投げて、ちょっと待てよ、何だったっけ、うわー、あ、いきなり、あ、組み合わせた感じなんだよな結局な。待て、はい、ここ避ける、はい、でここも避けて隕石も避けて投げる、はい、でここまた波動を避けて隕石も避けて投げる、またか、波動を避けて隕石も避けて投げる、分かってきてるよ、波動を避けて隕石も避けて投げる、いいね。で一旦終わり、これさワープしてくるやつあったよな、待てよ、そ、うわ、さばきさばきのつぶて、おい、タイミング、おい、上に光が来たらさばきのつぶてね、覚えとこう。はい、で沈め玉また投げて、わーっと、またもう待て、うわこれいきなりさ、いきなり切り替えられてもわからん、それはいきなりやめて。でここ避ける、待て、一旦体勢整えろ、はい、で投げる、はい、でここもジャンプで投げる、いいよいいよ、はい、でここ、あ、次ね、次さばき、はい、さばく、はい、ジャンプ、オッケー、さばきはなんとかなるね、こう来て、こう、もう一発、こう、オッケー、よし、オッケー。でここまた投げて、攻撃パターンさ、いえってもう早すぎるんだよその攻撃が。ちょっと待って、調子乗ってさ、さばきの後調子乗んない方がいいな、さばきの次、いや
まあ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 、今ので攻撃パターン分かったから、こっからでしょ。大丈夫大丈夫、こっからだから。今ので攻撃パターンは完全に学びました。で、次です。これを活かせるかどうかっていうのが、できる人とできない人の違い。ここで同じことを繰り返すんだったらもう MK さんはダメ。だけど、さっきで学んだから、ここで学んだ MK さんを皆さんにお見せしたいと思います。行くぞ、アルセウス、再戦だ。っていうか、あんた何レベ？よく見えてなかったけど。何レベ？もともと何レベだったっけ？ 75 だ。もともと、アルセウス75だったんだけど、85かな？ディアルガ・パルキアと合わせてんだったら。行くよ、アルセウス。ロードが長いが、よし、君が何レベ ?100! ちょっと待ってくれ、お前100レベ、おい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 、待って、100レベ、アルセウス再戦って100レベなの？おい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 、こっちのアルセウスじゃ歯立たんのだが、ちょっと待って、落ち着け落ち着け落ち着け、大丈夫、100レベ100レベえぐくね、100レベきた。はい、でここ投げて、ほい、初めての100レベ相手だな。はい、ジャンプして、はい、ほい、もう一発来るか。はい、ここジャンプして、ほい、まだ来るか、まだ来るな。はい、でここもう来ないな。で次さばき来るな。うわた、まあそれに連続あんの、それに連続はさ、わかんないよね。ちょっと待って、こう来て投げる、それに連続ずるじゃんね。投げる、はい、でここもジャンプして投げる、ちょっと待てよ、はい、こう来て投げる、これさ、次の行動決まるまでマジ何もできんわ。次の、あ、さばきね、さばき、避ける、はい、避ける、避ける、いいよ、避ける、避ける、もう一発、避ける、OK。で、ここ2発ぐらい投げて、もう来るから、次が。はい、こう来て、よし、分かってきた。はい、で、こう、もうさばきと、そのインセキフラッシュが交互じゃないっていうのを学んだ、今。それ、交互だと思ってたわ。交互じゃねえんじゃん、君。で、はい、次は、まだ同じの来る可能性あるよ。なんだっけそれ、おー、よくわかる。近づかないといけないのね。危ないね。ここにいれば大丈夫なんだよな、これな。多分な。この近づいちゃえば大丈夫なんだ。よし、オッケー。投げる。で、急に来るよ。次の攻撃。痛いって。そんなんあったか？ちょっと待って、そんなんあった？さばき、あっ、いって、ちょっと待って、さっきの悪説だみたいなやつあったっけ？あれ知らないんだけど、あれ、アルセスやってた？ついこの間、赤く光ってるね。ここ何をしてくる、あ、それね、それはもう近づいたもん勝ち。はい、近づいて投げるよ、それ2発でしょ、2発だから今のうちに体力ダメージを与えていく、いいよ、で、次また来るから、急に来るから、来た、なんだ、それ知らない、初めて見た、何をすればいい、全部減らすのか、いいってなんだそれ、ここ投げて、ここ減らす、なるほど、やばいわ、君、なんだ今のは、完全に新しい技を使ってる、は？いや、か、私が前回見れてなかったかだ、やばい、あいつ、100レベだし、ちょっと待てよ、再戦ってこんなむずいの？同じようなこともっかいするだけだと思ったんだが。行くよ。アルセウス、100レベね。で、よくわかんない、さっきの青い攻撃はもうわかんないから、あれ以外を絶対に避けよう。もう避けることだけ考えます。よろしくお願いします。全部避ける。アルセウスの技を全部避けて、ちょっとずつでいいからダメージ与えよう。時間かかってもいい。確実に倒します。やばいわ。アルセウス舐めてた。行くよ。落ち着け。はい、まずはここ、しょっぱな気ぃつけろ、何してくるか分かんないから、さばきから来るパターンあるからな。はい、でここ投げる、で落ち着け、こう来て隕石避ける、投げる、はい、でここも避けて隕石避ける、投げる、はい、でここも避けて隕石避ける、投げる、オッケー、いいよ、この調子、まだだな。はい、こう来て、こう、もうそろそろさばきか、まだか、まだだな。はい、でここ投げる、そろそろさばきか、まだか、まだだな。あ、もうそろそろさばきね。はい、でさばき、これ光った瞬間、オッケー、大体分かってきてるよ。はい、全部避けます、こいつの攻撃全部避ければなんとかなるから。はい、で投げる、で、ここで調子に乗らない、向けさ、学んでんね、分かってんね。さっきのとこでもう一発多く投げてたらやられてるからね。はい、こう来てノーダメだよ、 MK さんはノーダメです今回。はい、投げる、まだ来るよ、まだ来る、まだ来る、
こう来て、はい、もう一歩、まだ来るか、まだ来るか、まだ来るね。はい、でここ投げる。これ何発か数えてらんねえんだよな。はい、でまだ同じことしてくるパターンある。ほらね、同じことしてくるパターンあるからこいつ、でここ投げて分かってきてるよ。でも確実に成長してます。ノーダメだよ。だって今ノーダメだよ現時点で。やばくない？ MK さん、ここまでノーダメの人すごくない？はい、でここ投げる。いいよ。はい、でこう来て投げる。そろそろ4分の1ですよ。はい、で同じことしてくる、これありえるよ。はい、赤くなったのは何。あー、それね。はい、ここ近づいて OK で、ここ投げる。100レベやば。で投げて、でここまではよし。でこっからさばきに来るのか。それ何、アクセッター。ちょっとやっぱよく避けた。今ギリギリよく避けた。ちょっとさばき、あー、いい、しょうがない、一発ぐらいしょうがないから。こう来てさばき、全部避けます。さばきを避ける、OK、で投げる。次何来る。それね。これが一番楽だわ、なんだかんだ。でここで、はい、投げて。いいよ。半分ぐらいになってきたよ。でさっきのさ、青いやつがわかんねえんだよ。青いやつ打ってこないでくんね、お願いだから。うわ、来た。これがよくわかんねえ。あ、待って、これここが正解ってこと？違う？これが正解？よくわかんない。待って。あ、今度あれが正解。ちょ、急げ。マジ急げ。危ね。そういうことか。分かった。で、ここの弾を全部減らす。で、ここでアルセウス対行くぞ。アルセウス対アルセウス。どっちが私のアルセウスなんだ。アルセウスに力を示してどういうこっちゃ。どっちもアルセウスだ今は。で相手が格闘、まあそっちの方が早いよ。それはしょうがねえ。だってレベル差があるもん。さばきのつぶて、これ一回耐えるだろう。さすがに94レベルはさ、うーわ、急所かよ。おい、やってんだマジで。ちょっと待て、いやもうこれ力技しかないよ。だってもうどうせ次やられるから。これ力技、自己祭、いや、ありえない。さばきのつぶて、力だ。もうこれでいくしかねえわ。で、フェアリーにしとけば、あ、でも無理だ。うん、無理だね。うわ、フェアリーのアルセウスかわいい。でもそんなこと言ってる場合じゃねえ。で、これどれぐらい食らうかなんだよ。どうだ、ほら、いけ、あ、やばいよ、100レベがやばすぎ。ねえ、ちょっと待って。あんたさ、レジェンドプレート持ってるじゃん。レジェンドプレート持ってたらさ、私どうしようもなくない？これどうする？眠らせるんだ。その通りだ。それしかない。行くぞ。眠らせればこっちのもんだ。もう最強の眠り通技があるからな、こっちには。じゃあ、これ当てろよ。力にする？いや。普通に言うと。当てるだろ。オッケー、ナイス。マジ信じてよかった。信じられるのダークライだけ。ということで、はい、ここで守りの力が弱まって眠気に襲われる。寝てろ。うわ、なんでだよ。なんで寝てないの。寝ててよ。これフェアリンになったってことはもう確定で打ってくるよ。これ耐えないよ、絶対ダークライ。100レベルだもん、相手。耐えない。おっ、ダークライちゃん。大好き。うわ、な、おい、寝てろよ。寝てる意味。ちょっと待って。いや、でもまだ。次のターン取れる。フェアリーだから、ディアルガか。ラスターカノンだ。ディアルガのラスターカノン力技でぶっ放せば、相手今防御下がってっから、ワンチャンいけると思う。力技打ちます。よし。ここ力技で落とせるだろう。だってこっちも93だぞ。相手防御下がってっから、いける。よし、ナイス。ディアルガありがとう、マジ。ディアルガマジありがとう。よし。ここで当てまくります。沈め玉当てまくれ。いけ。いいぞ。当てまくれ。あとは結構当たった。で、ここ油断すんな。ここ何してくるかわかんないからな。さばきね。ほい。いいよ。ほい。さばき。ほい。今の冷静な MK さん素晴らしいね。はい。で、はい、OK。で、ここで2発だけ投げさせて。3発投げさせて。あー、危ない。くっそ、調子乗った。そこなんだよ。そこで調子に乗るんだ、MK さんは。2発でやめとけって。はい、投げる。危ねえな。で、待て。一発投げさせて。で、こう切って、一発投げる。うわぁ、さっきのマジ調子乗った。はい、ここ投げて。もういいな。2発だけ投げるよ。2発だけ投げて、さばき。光ったとこでジャンプ。うまいよ。これさ、強化アルセス、えぐすぎない？こんな強いの？これアクションもさ、ポケモンバトルもどっちもさ、上手くないと勝てないよ、こんなの。で、こう来て、はい。
これ勝てないって子供子供勝てないよこのアルセウス。 MK さん相当頑張っていくかんね今。はい、でこう切ってこう打ちつけ、はい、こう来てもう一発来るな多分、もう一発来るよ。はい、でここ来ないね、来ないね。はい、投げる、投げ、待て待て待て、おーなんだあそれ、これはもう全力で潰すしかないやつ、全力で潰すしかないやつ、全力で潰せ、全力で潰せ、全力で潰せ、オッケー。でここうわアルセウス瀕死だ、ちょっと待って、ゾロは適当だ、もう適当に投げるしかなかった、適当にゾロワーク投げる。あー待てよ、適当に投げちゃったねこれね、適当に投げちゃったもんこれ、絶対瞑想を積むのはずるじゃん、やってる。まあバークアウトあるか、いやバークアウトっつったって、いや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 、もうこれバークアウトを力、いや普通に打つしかない。で攻撃とりあえず下げてゾロワークが、うわいやおいだよこれもう、おいよ待って、こいつさばきの PP 切れてね、おい来た、こいつさばきの PP 切れてますさばきの PP 切れてんねアルセウスちゃんね。一旦バークアウトですよ、一旦バークアウトって攻撃下げます、瞑想でしょ、ここ瞑想でしょあなただよね。でそれも読んで今俺打ちましたバークアウトで、もう一発ここ打たせてください、もう一発バークアウト打って、あやべ耐えろ、あー無理か、まあ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 、まあ、で防御だけ上がってる、落ち着け、抜群取れるのはジュナイパーか、ジュナイパーの波動弾で抜群取りに、神通力が抜群だ、あっちのあっちの神通力がこれ抜群で入る。でもそんなこと言ってらんねえよな、行くしかねえよな、これどうせ相手が2発だから、もうこれ力でもうジュナイパーやられてもいいわ、ジュナイパーもうこれ神通力しゃあねえから力でちょっとでもダメージ与えよう、やばすぎねえ、うわもうあんのかい、おい裁きない約束だろうが裁きないっつってたじゃん、待ってこいつ裁きの PP 切れてねえの、切れてると思ってやばすぎる、まあ急所は関係ねえわ、で待てよ、こうなったらパワージェム、いや防御上がってっからな相手、これさダークライをさ、やばいちょっと待って、なんで連続で撃つ、なんで連続で撃ってくる、一回耐えるよな DR が、さばきさすがに一回耐えるよ DR が、さすがに耐えるよな、よしオッケー、で守りの力が戻った、うーわーここ、うわー打ちてえけどダメだ、相手瞑想積んでくっから、それに合わせてダークライを蘇らせても眠らせるしかありません、これは眠らせないと勝てません、で神通力ね、オッケー、なんかわかんねえんだよなこいつの技のやり方、でうお力、なるほどね、確実に来たわけだ確実に来たわけ、でもここで力技を使ったのがあなたのダメだったとこですね、これここで力技使っちゃうと次ダークラインにターンが来ます、なのでここダークホール打って、でこいつ、サイコキネシスも覚えてるんで神通力だっけ、あサイキネだ、それでなんとかいきます、でこれ当てろよダークライン、マジオッケー、ナイス素晴らしい、で眠った、でもう一回ワンチャンこっちのターン、いやオッケー、ね、寝てろ、くっ寝てろ、うわ一回耐えろ、ダークライ一回耐えるよな、一回耐えるよな、よしナイス、で相手防御下がってっからサイキネ力でワンチャンいける、サイキネの力でワンチャン勝てる、どうだサイキネの力でオッケー、ナイスダークライ強すぎ君、よしこれいったっしょ、いったよね、ほい沈め玉オッケー、強やばすぎ、勝ったね、やばくなかったアルセウス、こんな強いの、いやみんなやってみ、これマジでむずいから、9分32秒99、いや早っ、 XL ありがとう、はい、ということで、なんとか今回で、ディアルガ・パルキア・アルセウス、勝つことができました。よーし、じゃあ次回からはね、まだまだ、やり残したことがありますので、そちらの方を進めていければと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。